今日は無地の麻婆丼にします。豆腐入ってると思うんで、ひき肉だけ足そうかなと思います。ちょっとこれでいってみますね。できました。無地の麻婆豆腐ですね。まあひき肉足したり、あとタコも入れたりとかね。豆腐は若干入ってましたね。パクチーと温玉とラー油をプラスしました。こんな感じですかね。ちょっとこれでアジア飯行ってみます。金麦ラーメンいきます。ああうまい。今日はこの無地のね、無印の麻婆豆腐、豆腐ちょっと入ってるんですよ。こんな感じで食べてみます。うん、うん、うまい。ちょっと花山椒とかも足したんですよ。いい味ですね。いわゆる麻婆豆腐とちょっと違う。タコも入れてみました。歯ごたえがいいですね。普通の麻婆豆腐にこと酸味があるんですかね。うまいですね。ちょっと温玉崩していってみます。めっちゃ合います。アジア飯ってうまいですよね。年末なんでですね、冷蔵庫に残ってるものいろいろとぶっ込んで食べていこうかなと思ってますけど、もともとはそんなあんま辛さは感じないですけど、まあでも唐辛子とか結構入ってますけどね。最後にいきます。ああ食べやすいですよ。ああゆっくり食べます。天気いいですけど風がやっぱ冷たいですね。なんかね、風が冷たいのだけが問題ですよね。日が照ってて穏やかで家の中にいる分には暖かいんですけど、どうしてもね風が冷たいです。だから今日モネちゃんあれですよね、あのラジオ、あのラジオって NHK かラジルラジルで後追いで聞こうかなと思ってるんですけど、モネ語ってやつですね。これが前半後半あるのか、森山良子さんと一緒にスペシャルセッションってなってるんですけど、もともとあのこの二人ってカムカムですけど、カムカムも基本的にあれラジオのキーワードですよね。ラジオね、さだまさしさんがね声やった平川さんでしたっけ、英語講座が、取っかかりになってるんで、まあそういう面ではこれはこうなんですか、繋がってんだなっていうふうに。ミュゼっていうんですか、でファーストラブ初恋のについて満島さんが語ってるんですよね。で満島さんが佐藤健君について語ってるところがあるんですよ。そこが面白い。まあいろいろ面白いこと語ってるんですけど、佐藤健さんとは仮面ライダー電王ぶりの共演ですね。仮面ライダー電王の時にキラキラしてエネルギーがすごい人だなと思ったのを覚えてます。実は健君とのカップリングは結構緊張もあったんで想像がつかなかったというか、どうなるのかわからないドキドキ感がありました。完成したものを見て想像以上に作品の世界が豊かになっていたし、見たことのない感覚になって面白かったです。特に発見だったのはキスシーン、ラブストーリーの、宝物の瞬間にしたい。話さなくても意思の疎通があって、どこかドライだけど逆にピュアだったと思います。身体能力が高いとキスシーンが素敵になるんだなというのも新鮮な気づきでした。お、身体能力が高いとキスシーンが素敵になる。なるほど、それは新しい感覚ですよ。これで僕は面白いなと思ったところがあったんですよ。ここか。監督のこだわりであるシーン内色数3色以内に抑えるっていうルールがあったってことですね。ベイビーミックスはすごいなと思いながら見ていました。同じグレーを使っても別の ドラマを感じれたり、家族全員が赤や青といった同じ色の服を着ているのが自然だったり、面白かったです。あ、そうなんだね。なんかこれ衣装なんですかね。あの3色以内って決めてたってことなんですね。こだわりがあるんですね。あとね、これもなかなか興味深いんですよ。特にこの作品は撮影が長期化したことで照明部が3回、録音部が2回変わっています。だから結構大変だったってことですね。制作部も本当に大変だったはず。そんな中形にできたのはスタッフキャストがどうにかいい作品にできないかと葛藤し続けた結果だと思います。各スタッフのバトンのつなぎ方も素晴らしかったですっていうのと、あとちょっと満島さんっぽいなと思ったところがあったんですよ。あのここね、ファーストラブのキャスティング打ち合わせでちょっと煮詰まった時、
じゃあ私の役を違う人に変えるのはどうかなと言って困らせたことがありましたと。根本からアイデアを考え直すのはどうかと、まあ半分冗談もあったんですが、決まり事を忘れて思考を広げる気持ちには、常に持っていたいと思っています。ここですかね。なんかそういう発想するんだって結構混乱しますよね。いろいろこう進んでるうちに、これってだって僕はもうファーストラブ見て、佐藤健くんの役は下手したら別な人でも成立するかなと思ったんですけど、あの八重は水島さんじゃないと絶対無理だと思うんですよ。で、水島さんありきで作ってる監督さんの脚本だったり演出だったりだとかなんで、それを水島さんがいや私じゃない違う人やったらどうかなって言い始めたら、もう根本からひっくり返る話だなと思うから、なんかねこれはね満島さんっぽいなと、いろいろね、なかなか満島さんって扱いづらい女優っていうレッテル貼られてますけど、まあこういうところからあるんだろうなって感じがしましたね。まあそんな感じでやってきます。ケーキはもう終わりにしようかなと思った。最終的にホールできましたよ。パステルの安かったらしくて、奥さんが誘惑に駆られて買ってきたっぽいっす。もうとりあえずこれ何日かに分けて食うしかないですね。でもねこれねうまそうですけどね。行ってみ、もうパジャマ着まいしてるんですよね、まあ、とりあえずこれか。おずっしりしてんなこれ、すげえ重い、めちゃくちゃ重い。もう季節外れで安くなってんですよね。それね季節外れですからね。もうね時期終わりましたからね。生チョコ行きますか。おま生チョコうめえな。スポンジないっすよ、ほぼチョコレートのクリームです。濃厚なちょっとだけスポンジあるけど、濃厚なショコラケーキ。いやもうめちゃくちゃうまいっすよ。ただ量がめちゃくちゃ多いこれ。うん、なんかついてるチョコも間違いないですね。間違いないうまさ。これ全部食うのはかなり厳しいと思います。